テレビのニュースキャスター誠しやかに今日の感染者数を伝える。何度も言ってるが、検査陽性者は感染者じゃありませんよ。感染症の診断に正確に使用できる検査なんて世界中に一つもないのに、陽性になったら厳密な死因を問わずコロナ死にされるのはなぜ。テレビから広がる嘘の世界、それを真に受ける真面目な人たち、巨額の金を吸い上げるガラガラの空き病床、何度も打たされる効かないワクチン、目を覚まさないようにかぶらされた、考えないことに塞がれた、誰かの顔色を伺う正義なんかいらない、まっすぐに命を開こう、マスクを外そう、おかしな理屈の塊、マスクを外そう、塞がれたのは俺たちの心、本当の声で本当の言葉で笑い合おう、たたえ合おう、マスクを外そう、君に会いたい。全くイカれた時代になった、いやずっと前からこうだったんだ。用意された自由を貪る人たちから本当の心を取り上げる世界、一体どこの誰が何のためにそう思うだろう。しかしその前に逆立ちをして目を凝らしてみよう、愛おしいと思う人はどこにいますか。思わないようにかぶらされた、考えないように塞がれた、もう元の時代に戻ることはないんだ、君が君でいることが全てだ、マスクを外そう、いかれた時代の塊、マスクを外そう、塞いだままか俺たちの未来、本当の声で本当のことまで笑い合おう、たたえ合おう、マスクを外そう、君に会いたい。ちっぽけな君と僕の息と息の間に虹色の種をまこう、そこから手渡した自由を高々と掲げて笑う、あの子は可愛いだろう、マスクを外そう、イカれた時代の塊、マスクを外そう、塞がれたのは俺たちの心、本当の声で本当の言葉で笑い合おう、たたえ合おう、マスクを外そう、君に会いたい。本当の心で本当の言葉でまっすぐ命を開こう。